キリト、起きてください。キリト、アリス、し、大きな声を出さないでと言われても、君、これはちょっとその不適切というか、そのあまり見ないでください。で、こんな夜中にどうしたんだ。約5分前、尋常ならざる内容の通信文が、遠隔電信術式ではない、ネットワーク経由で私に届きました。メール？誰から？差出人の名前はありません。内容は口で言うよりも文面を見た方がいいでしょう。